今回はほうれい線に効果のあるトレーニングをしていきます。側頭筋のマッサージをします。まずはもみあげマッサージです。人差し指から小指までの4本を揃えて、もみあげ部分に縦に当ててマッサージをします。次はヘッドマッサージです。このように親指の腹をこめかみのあたりに置き、残りの4本の指を頭頂部に置きます。頭を持ち上げるイメージでマッサージをします。最後はこのまま手を離さずに、頭頂部から耳の後ろを通り、リンパの流れに沿って指を鎖骨まで滑らせます。側頭筋マッサージは終わりです。次は頬骨マッサージをします。頬骨はこのようにほっぺの真ん中を横に走っています。指の腹を押し込むつもりで 4,5 箇所押します。骨の中を指でぐっと押し込むイメージで行うことがポイントです。鼻まで来たら人差し指で鼻横をプッシュします。次は頬周りの筋肉を動かすトレーニングです。ここでもう一度背筋を伸ばして姿勢を正しましょう。このように必ず鼻で呼吸をしていきましょう。3秒間息を吸いながら頬をすぼめます。そして3秒間息を吐きながら頬を膨らませます。大きく吸って、大きく膨らませます。この体操で口周りの様々な筋肉を動かしていきましょう。最後は舌回しです。口を閉じたまま舌を歯と唇の間に入れます。そのまま一周舌を動かします。時計回り、反時計回りに各2回行います。舌を突き出して頬を外に押すように回すことがポイントです。次は反時計回りです。この体操は同じ回数で行うことが大切です。効果を感じられない人は回数を増やしましょう。皆さんお疲れ様でした。